ンポーン。この動画は再投稿になります。なので、時期がおかしいことになってますが、それでもよければ、よろしくなー。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ワンダリス、初めて行くよ。今回は普段は避けることをやるそうだな。なかなか面白い内容だからね。割と抵抗は少ないそうだよ。へえ。ああ、確かに。下着はさすがに着てるか。これ装備で外したらなるんでしょうね。インマかな？若かったらやるのか？確かに珍しいな。これじゃなかったら絶対やらないね。これは。ちなみにどんなのがあるんだろう。これは、戦闘が有利になる系が多いね。その分ビッチ化の速度も速くなるな。一回の集め量次第でやるかもね。その辺もインランドに影響するんかね。仮にそうでもそこまでしてここに頼らないかもね。早速ターゲットだね。あまり気が進まないけどな。さすがに悩んでるね。インランは好きでも売春婦は嫌いだもんな。一回の量でこれか。絶倫でもない限りこんなもんかな。だけどこれでは何にも交換できんな。村人の反応が、あれよ、不思議の世界ですから。そうだな、不思議の世界だな。そういや初物だよな。私が奪いたかった。出てくんな。これは恋愛ゲーですか？いいえ、ただの逆プレイです。明
キリンだけでいいかな。興奮系はチェシャ猫が売ってるし、いるのは不景か。あるのか。出張サービス的になってる。高いのか。その分白いのをもらえるのならいいけどなぁ。どうした？アリスの服がなくね。本当だ。洗濯してくれてるのかね。普段払ってる側なんかな。というか逃げ出すって、ぼったくり目的が多かったんだな。量は変わらないか。やはりインランドと相手が絶倫でないと厳しいか。なんとなく察してたが、あいつもか。ちょうどいい。ダイス振りましょうか。あまりに6ばっか出るからとうとう狂ったか。これ、時間経過で6しか出ないか。それとも回数制限がありそうだな。2000か。正直使えなかった以上あまり浪費は避けたかったけどね。違和感あるけど、まあいいか。いいのか。今後またやるかはわからないけどね。わかってたけど、メイド服でもダメか。というと後々チャイナ服を入手できそうだな。ここ見ると塔の上にまぬるいそうだな。あの黒いインマ、クロエか。また懐かしいのう。まあ無理か。頂上に行けってか。またチェシャ猫だ。地味に種類増えてる。今はあれが使えなかった以上、即決はできないな。
うわぁ、何回生物にありそうな敵だ。なんだこの装飾、というよりしょったな。誰か住んでるようだね。周囲はモンスターだらけだけどな。2回攻撃するのか。ギリギリまで回復しなかったら危なかったわね。やべえ、ちょっと方向感覚失った。早いわ。この辺で別の道がありそうだ。急所か。急所となると外れることもあるのか。
だし試し試し使ってみよう。外した。スキルの説明読んだが、課題的に有効か。体験で判断となると、敵によっては分かりにくそうだね。柔らかいのには不利だね。さらに外しやすいのかもしれんな。うわ、トイレトイレ。おしっこか。まあそれ用のアイテムはあるにはあるけど、大量購入しなかったからな。これ、のぐそとかないよね。そんな趣味あるのか。趣味ではないか。普通戦闘しながらだとありえそうだけどな。というかおしっこで思ったが、歩数で我慢できないでおもがしとかあったらどうだろう。あとは耳での本領。お前は何を言ってるんだ。おもらしすっか。いや、現実的にありえそうだし、我慢は構造的に女性の方が我慢しにくいらしいからな。トイレだな。なんとか間に合ったって感じ。
今度は3体か。ここは混乱使ってみましょ。は、誰も聞いてない。さすがに数相手に繰り出し撤退だ。よし、拠点間移動構築だ。ここ何があるんだろう。気にはなるけど後にしよう。忘れてたが、あそこも何かあるな。空き瓶も手に入るか。なら購入しなくてもよかったな。というか故障巻きってスキルかよ。あっちだと接触回避だけど、スキルとなると暗闇かな。そうらしいな。唐突だけど今回はここまでになります。次は奥の方の話になります。それまでの道のりを残してもしょうがないからね。それでは、ご視聴ありがとうございました。なのだぜ。